皆さんこんにちは、ドゥです。今日の動画はパープル系カラーレンズ全種類スウォッチしていきたいと思います。お店に並んでない組み合わせまで全部着用して紹介していきますので、 ぜひ最後までご覧ください。夏に公開したカラーレンズの動画、たくさんの方に見ていただけた中で、日焼けしてる人は結局何色がいいのかなとか、あとは黒髪だけど丸々の色って浮いちゃうよねとか、結局どの色がいいんだろうみたいな感じでたくさんのお声をいただきました。いつもありがとうございます。本日パープル系のカラーレンズをまとめて紹介していくんですが、今後の動画ではピンク系だったりとかグレー系だったりとか、その色味をまとめたカラーレンズ別の紹介していきますので、今月はカラーレンズ紹介強化月間としてやっていきますので気になった方はぜひその後の動画も見ていってください。それでは早速やってみよう。今日はですね、このオンデーズの中で取り扱いがあるトゥルーパープルっていうカラーと、あとはトゥルーバイオレットっていうカラーの2種類の紫のカラーレンズを紹介していきます。実際にこの前、かけていく前に上記のポイントを踏まえて、今バーっとボードにまとめましたので、そちらご覧ください。こう見ると、トゥルーパープルの方が少し赤みのある紫でピンクより、そしてバイオレットの方がもうちょっと冷たい色になるイメージですね。じゃあ、早速明るいから暗いの順番でスウォッチしていければと思います。行ってみよう。まずはトゥルーパープルとトゥルーバイオレットの 10% 濃度フルカラーになります。どちらも無彩色のカラーレンズと比べて 10% の時点で色がうっすら入っているのがなんとなくわかると思います。派手すぎずアイシャドウのようなカラーとして使えます。次にトゥルーパープルとトゥルーバイオレット 15% のフルカラーと 15% のグラデーションを紹介します。1個前に紹介した 10% からプラス 5% の濃度になりました。まだまだ薄付きのカラーで、こちらも目元の木くすみを飛ばしてくれるようなカラー濃度になります。グラデーションに関してもそこまで派手らしい感じではなく、使いやすい濃度になっています。次にご紹介するのがトゥルーパープルとトゥルーバイオレットの 25% のフルカラーとグラデーションになります。先ほどからさらにプラス 10% された 25% 濃度になります。やっとちゃんと色が分かる程度で、外にいても、あの人カラーレンズだと分かるくらいには色味がついています。またグラデーションに関しても、透明に薄れていく部分が分かりやすいので、おしゃれに見えるのはこの濃度あたりかなと思います。次にご紹介するのが 35% 濃度のフルカラーとグラデーションになります。またまたさらにプラス 10% の 35% 濃度というカラーになります。サングラスとおしゃれカラーレンズの中間の濃度っていう感じで、もちろん室内にいても屋外にいてもしっかり色が入っている様子が伝わります。グラデーションに関しても色の変化が分かりやすいので、このあたりの濃度のグラデーションから個性的な雰囲気も作れるようなイメージです。次にご紹介するのが 50% 濃度のフルカラーとグラデーションになります。一気にプラス 15% で 50% になりました。トゥルー系の最高濃度で、ここまでいくとカラーレンズというよりはサングラス味っていうのが強くなってきます。室内でかけるには少し濃すぎるかなという濃度ですが、屋外では日差しをバッチリカットしてくれます。グラデーションは目元がしっかり隠れて、頬にかけて色が薄くなっていくため、屋内外を頻繁に行き来する場合には使いやすい濃度かなと思います。最後にご紹介するのは 20% と 50% のグラデーションのアレンジカラーになります。こちらミックスカラーで、上の部分が濃度 50%、 下の部分が濃度 20% のツイングラデーションになります。日差しをバッチリカットしたいという方はもちろん、かなり挑戦的なカラーにはなるので、新しい自分になりたい方はぜひ試してみてくださいね。ドドドーっとポイントを紹介していったので、最後に色別にまとめて紹介していきます。トゥルーパープル系はピンク寄りの紫が好きな人や、クールミスを叶えたいけどちょっぴり柔らかさも欲しい人っていう方におすすめとなっております。もう一つがトゥルーバイオレット系、こちらは完全に青みによった紫のため、クールや個性的な印象を作りたい人におすすめのカラーとなっております。そもそもどんな人におすすめなのかっていうのを、解説していきます。まずパープル系カラーレンズっていうのは、単体で見てもやっぱりこう結構勇気のいる色かなと思います。で、そんな中でもおすすめなのがポイント1、お肌の黄みが気になる方になります。紫色っていうのは黄色を打ち消す効果があるので、例えばブリーチした黄くすみが気になる髪に紫シャンプーをして黄みを消したりだったりとか、お肌の黄くすみだったりとかを飛ばすためにラベンダーのコントロールベースを使うのと同じような感覚になります。なので
目元だったりとか、あとはお肌全体の黄みが気になる方っていうのは、ぜひパープル系カラーレンズ取り入れてみてくれたらいいかなと思います。ポイント2つ目は個性的な印象を作りたい方になります。最初のどんな人におすすめかっていう時にも言った通り、紫っていう色自体が結構個性的な色にはなるので、パープル系のカラーレンズかけることによってちょっと目元がミステリアスな印象に仕上がっちゃうんですよ。はい、本日の動画はこれで以上になります。いかがでしたでしょうか。パープル系カラーレンズ、店舗にディスプレイされてない組み合わせまで今回は全部ザラッとご紹介しました。今後別のカラーもピンク系だったりグレー系だったりオレンジ系だったりっていうのもまとめて紹介していければなと思いますので、気になった方はぜひこの後もチャンネル登録して見ていただければと思います。じゃあこの動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録、あとはコメントもお待ちしております。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。